どうも、みつみついと申します。青の円盤、続きやっていきたいと思います。というわけでね、四天王二人倒しまして、次はですね、順番的な綺麗さで言うとね、多分このタロちゃんに行くのが綺麗なんだと思うんだけど、僕はですね、タロちゃんは一番最後に倒すって決めてるんで、こちらのカキツバタの方行きたいと思います。タロちゃんにリベンジは一番最後の楽しみに取っておきたいと思います。というわけでね、まずは一旦センタースクエアに行って、はい、こちらのポーラエリアでございますね。まあもちろんね、タロちゃんを一番最後に倒したいっていうのもあるんですけど、その他にもう一つ目的がありまして、ラプラスがね、この多分このポーラエリアにいるんじゃないかなって気がするんですよね。多分ね、氷のエリアだからね、だからちょっとラプラスを捕獲したいっていうのがあるんだけど、いないのか。あ、ラプラスの涙、絶対ラプラスいるじゃん。まあ、いるとしたら海の上だよね、やっぱり。ハウアウの毛。あ、いるいる、ラプラスいた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 。ちょっとどうしよう。あ、かわいい、こっち向いてくれた。どうしよう。あ、ちょっと、すごい、積極的に僕に近づいてきてくれる。これは、デデンネのほっぺスリスリプラス怒りの前歯で捕まえていくか。男の子のラプラス。まずほっぺスリスリで、いや、ついに出会えた最推し。まず麻痺させていきまして、雨乞いと、はい、雨乞いうまく決まんないんだ。ここはここの天気は変えられないんだね。まあまあいいでしょう。このね、浮き輪に乗ったデデンネが確実に弱らせていって、でここはそうですね、やはりラプラスといえばダイブボール、これしかないのではないでしょうか。ゲッチュ、はい、アイゲット。やった、ラプラスゲット。これはもうゼガヒでも連れていきたい。みずみずい、ここまでありがとう。はい、できました。ラプラスはですね、僕の中で神ポケモンってことで、マジで神という名前にさせていただきました。マジで神です、こいつは。このマジで神をちょっと連れていきましょう。いや、みずみずいもね、ほんとここまでありがとう。シンクロ、おお、ラプラスになってる。私がラプラスになっております。攻撃も、おお、こういう攻撃なんだ。いけー、すいー、ラプラスになって敵を倒していくか。おりゃ、この野郎、こんにゃろこんにゃろ。いやー、ラプラスになって泳ぐことができるなんて、長年の夢。おお、ラプラスがこっちに近づいてきてくれてる。まあ、とりあえずじゃあ先を進んでいきますかね。ぼちぼち近づいてまいりましたけど、ちょっと強トレーナーがいましたね。じゃあこの強トレーナーと戦ってちょっとね、腕試ししていきますか。ラプラスは持ち物突撃直帰で、技構成はこのような感じにしてみました。カキツバタに挑戦か。あの人の手を煩わせるまでもない。シモンはジュゴンとサンドパン、最後に運がつくのは好きなんだろうな、シモンはきっと。さてさて、なんか後ろにね、モブパウアーがなんかいますけども、ジゴンにネズミ山やってダメージ見てもいいか。積まなくてもどれぐらいやれんのかっていう。で、美少女は猫騙して一回、あ、サンドパに当たんなかった。あ、雪隠れってこと。でもこれってこの普通の素の天候の雪隠れを普通に利用できちゃうのずるくないっすか。かー、マジけ。で、急所も込みだけどなかなかいいダメージいきましたね。こっちに猫騙し打ってればなっていう。ほんと吸血とか持ってる。いい技お持ちで。で、さらに吹雪も必中になるってこと。うわ、しかも凍った。ありとあらゆる最悪だ。ありとあらゆる最悪が襲っていく。このこいつ、この素の天候のこれを利用してるってちょっとずるくないっすか。はい、ネズミさん、はい、頑張れ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 。あ、ここまでか。4回か。さすがに避けられるか。で、ここで、あ、ギリギリ生きてる。どっこい生きてる。そしてマジで神の塩水。当たらん。雪隠れ優秀。ここはゴリ押しでいこう。一発目から。こんなにかわせるっけ、この特性って。こんな、なんか2回に1回ぐらいかわしますよみたいな、優秀な特性でしたっけ。ちょっと、わしゃわからんな。とりあえずね、マジで神だったので勝つことができました。ありがとうございます。とっても可愛いです。
肌もツヤツヤです。さて四天王チャレンジ頑張っていきましょう。あ、なんか奥にキングドラいますね。ようこそポーラスクエア四天王カキツバタのチームへ。じゃジュラルドンのあの進化系のやつは出てくるのかな、あの橋みたいなやつは。楽しみ半分不安半分。ブルベリーグ挑戦者三つ三つさんですね。三つ三つさんです。 50BP 必要です。はい、払いますよ。大丈夫です。てかタンクトップは寒いよな。あー待て待て、そいつはいいんだよ。あら私ただ、翼さんでも規則だから。それじゃあオイラが払うわ。それならいいだろい。すげえ太っ腹。いやそれは分かった、免除するよ。あー柿翼さんからは金取れないという。へへへ悪いな。おーすみつみつい未来のチャンピオン。そいじゃちょっくらコートにでも行こうぜ。おりゃとくと見やがれポーラスクエアのバトルコート。まあとりわけ寒いだけで他のスクエアと変わんねえか。おいらドラゴン使いだけど寒いの割と好きだ。そうだよね、よく言ったらドラゴン使いでこの寒い地域ってね不利ですよね。周り氷ポケモンだらけで。おっとそういや兄弟四天王チャレンジに来たんだったな。うちのチャレンジャードーム限定勝負。ドーム限定勝負とは何だい。なんか奥にあるアイテムが気になりますけど。私ルールは単純、リーグ部の後輩3人に勝ちゃそれでチャレンジャーをおしめよう。普通に戦えばいいの。ただしその通り戦わせるポケモンには条件がある。おい、一つテラリウムドームで捕まえた野生のポケモンであること、二つ自分で捕まえたポケモンであること。なるほど、条件満たしてね、ポケモンが手持ちにいると挑めねえからな。面倒かもしんねえけど今までの貯金でホイホイ勝っちまってもつまんねえもんな。ああでも私半分以上それでやってますけどね今のところ。デデンネとネズミは引き継ぎですけど、それ以外はここで捕まえたポケモンなのですでにセルフでやってます。もちろん相手も同じ条件で頑張ってるから勘弁してくれや。そういった兄弟指定のチャレンジやるか。やるって言ったらあれ今の手持ちがダメだって言われるのか。おう、それじゃ後輩だし出てこいや。あ、とりあえず挑戦するまではいけるんだな。よろしく、よろしくね、よろしくだよ。おいらのチャレンジャーゆるーくがモットーだ。速攻で勝負追っ始めるもよし、ドーム割ってポケモン捕まえるもよし。それじゃごゆるりと双方頑張ってくれ。はい、ドーム限定勝負で勝利しよう。とりあえずデデンネとネズミを変えればどうにかなるって感じですかね、僕のチームで言うと。ちょうど2匹いますよ捕まえたポケモン。あとみずみずいと、トーリーがトーリー、まさかこんな形でスタメン復帰するとは。トーリースタメン復帰、そしてみずみずいも、スタメン復帰。さて、まあ、大体真ん中のやつが一番強いので、いやでもこいつだけ青いんだよな。ってことは多分こいつが一番弱い。衣装も違わず真ん中でもない。お前だ。なんじゃもって配信者知ってる？彼女のタイプで戦っちゃう。ちょっと待て。君電気か。うち電気弱いんだよ。じゃあズガガガズガでいくか。これはズガガガズガでもう行くしかない。ズガガガズガ以外は結構電気あんま得意としてないから。ビリッとバリッとよろしくね。なるほどね。ここの手下だからって必ずドラゴンで来るとかそういうことではないんですね。さてさて。いやタンクトップ寒いだろうね、本当に。ボルタ、ボルタくん君も眉毛ふっといね。ゼブライカとジバコイル、いいポケモンお持ちで。ここはそうね、ジバコイルにドリルライナー、さらにジバコイルに、ね、猫騙して、もうジバコイルを完全にまず一点集中で潰していくか。これで頑丈も破壊して、ニトロチャージ、あら君が積むタイプね。なるほど、しかしジバコイルがひるんでいて、その隙にドリルライナーでとどめちゃい。はい強い、オッケーオッケー、これがコンビプレイよ、これが結束の力よ。いやタッグバトルもちょっとずつ分かってきたのではないでしょうか。ドリルライナーとこれサイコキネスでスパーク、はい、美少女は避けていくと。美少女は光の粉を持ってます、ね、いやー美少女美少女、いやー美少女美少女、ほんでもってドリルライナーと。いいじゃないの、やっぱねここのポケモンを育ててきただけあって、今までの努力が報われたって感じがしますね。ついでにトーリーがね進化してくれとさらにね、しびれる。真ん中の君は何タイプ。私はクールな女、君は普通に氷タイプ使いそうだな。氷だとしたら僕は誰で行くんだろう。あれなんか僕のチームバランス悪い、もしかして消去法でポイズンと美少女で行くしかないってこと。みぞれちゃん、名前も氷タイプ使いっぽい名前で、ジュゴンとサンドパン、
うわ、また雪隠れされそう。ヘドバクで猫魂をサンドパンに打ちましょうか。ちゃんと当たっていく、ありがとう。でこうヘドバクで毒引けたらでかいけど引けないか。アクアテール、おー、急所をもらってしまうというねえ。ここはリフレクターで、リフレクターを貼らせていただいて、相手どっちもなんか物理っぽいんでね。あ、こっちが先動けた。よし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 、ありがとう。でサンドパンさんのつらら落としをリフレクターがあるので大丈夫と。ただザ・ポイズンがね打つ技がないんだよ。ここはマジで神に変えましょう。美少女も打つ技がないんですよね。ここみずみずに変えましょう。マジで鋼タイプに通らなすぎだろうちのチーム。はい、みずみずい。そしてこっちはマジで神とね。フィールド上が水色のポケモンだらけになりましたけども、つらら落としを、まあ、リフレクターがあるんでね。ここは塩水、塩水プラスハイドロポンプで、おりゃおりゃ、お、強い、急所に当たった。いいねいいね、今回なかなか運が強いんじゃないの。だいたい運が悪いでおなじみのみちさんですが、今日は運がいい。カキツバタが気に入るわけね。そしてトーリーの様子が、はい、まさかこんな形でね進化できるとはトーリー自身も思ってなかったでしょう。やった、トーリーがドードリオになった、嬉しい。ドードーよりも足が遅いんだ、ドードリオって知らなかった。でも素早さはドードリオの方が上ですよね普通に。さてで君は何タイプ持ってる。茶色いポケモン大好き。本当に単純に色の問題なのか、地面タイプっていうそういうなんか隠し用語なんかどっちなんだろうな。地面タイプを出してくる可能性もあるから、ラプラスで行ってみますかね。茶色いポケモンどっちだ。でも茶色って炎タイプも結構茶色かったりするもんな。茶色統一岩タイプなのかねこれは。お、岩タイプっぺ、岩タイプ。ラプラスあんまり良くないぞよ。どうしよう、型破りだし。ただスピードは遅いわけですよね。塩水プラス猫魂でいこう。ラムパルドの一撃はマジで絶対耐えれないので、ここでもう確実に潰していく。よしよしよし。でヘビーボンバーは大丈夫と。ああなんか心配してあれだったけど意外と大丈夫かもしらん。なんやかんやで我々のこの我々の最強に強くて最強に可愛いチームでやればね。オッケーオッケー。マジで神が、まあ普通に神なんでね言うて。じゃあまあ塩水でとどめを刺しますけど、まあ、せっかくだから記念にトーリーをちょっと召喚してあげるか。うん、せっかくだからな、戦闘の場というものね一度経験させてあげましょう。トーリー、これがバトルだよね。えいいものが見れただろ、ドードリオとラプラスというね、くしくもどっちも初代ポケモンで。よしよし、勝った勝った。すごい天気になってますけど、君のポケモン宝石みたいだろ。おお、アッチョンプリケみたいな顔しましたけど、今ので123、お、いつの間にか全員に勝ったみてえだな。つうわけでだ、四天王チャレンジは終了よ。いやー、簡単なチャレンジでよかった。うん、まあ、僕のプレイスタイルとねマッチしてるいい感じのチャレンジというかね。それじゃあリーグ部員の諸君は撤収、駆け足、はーい、さよなら、お疲れ、バイバイ。素直で可愛いやつら。さていよいよお次はオイラとの勝負だな。ちょっと一息つかしてパーティーを変えなきゃいけないから。手持ちがチャレンジのままだから変えた方がいいと思うぜ。それともこの本番中、やめろやめろ、それはやめてくれ。トーリーじゃちょっと厳しいんじゃないかな。おいよ、気長に待ってるわ。さて、カキツバタ戦ですけどもね、先発は美少女とマジで神で、これで押していきたいなという感じで、マジで神がね、ドラゴンチームならね、マジで神がね、大暴れしてくれると思うんで、よう兄弟、おいらと勝負すっかい。勝負するぞ。デデンネもね、結構いい活躍してくれると思うんで、割とドラゴンには相性がいいチームだと思うんですよね、うちは。よし、来た、一丁やるか。一家ネズミもフェアリーテラスタルですからね。
この辺でいっか。ねえ、君もね、本当は4番目に戦ってほしいだろうけど、しょうがないんだ。僕の最大のライバルはタロだから。三々が戦う姿、そういや、コートの外からしか見たことなかったっけか。こうやって正面切るのは初めてだね。ブルベリーグ、兄弟には勝ってもらわねえと困る。非常に困る。ほう。とは言ってもよ、ここで手抜いたらおいらが楽しくねえからな。ちいとやる気出させてもらうぜ。ま、堅苦しいことなんじゃねえか。三々はいつも通り戦ってくれりゃいいのよ。翼さん的にはゾクゾクしてるぜ。それじゃあぼちぼち始めっかい。楽しくやろうぜ兄弟。うん、ただドラゴン使いなんとしたら、なんでこのね、着てるものは犬なんだっていう。そいつはドラゴンじゃないだろっていう。カイリュウ、いきなりランクマッチのトップが出てきたけど、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。よい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 、これノーマルテラスタル神速とかゴリゴリやってきたら怖いんだけど、期待裏切ったら泣いちゃうぜって言われました。これはそうですね、もうフライゴンからだ。ここはフライゴンから行こう。フライゴンに冷凍ビームで、カイリュウを猫騙しで黙らせます。これで丸助も破壊していき、カイリュウの初手の行動を封じていく。これで行こう。地震か。こう相方がうおっと、あぶねえ、命の玉ってことね。妙にパワーあるなと思ったら、ふむ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 。いやー、弱点、まあフライゴンは少ない、まあ少なくもないけど、まあなんだろうな、普通ぐらいじゃない、普通ぐらいのイメージ。氷とドラゴンとフェアリー、あ、でもそんぐらいしかないのか。はい、樹海院と、ここはどうしようか。美少女の体力苦しいね。樹海院ってこんな絶妙な表情してましたっけ。カイリュウを行くか。リフレクターで神速持ってたか。まあ、しゃあない、尊い犠牲として。で、樹海院がシザークロス、あー、よかった。美少女の方狙いの攻撃だったってことですね。草技使われたらおしまいです。ん、ヤチェの実持ってる、もしかして。かあ、ヤチェ、まあそりゃそうか。ここはね、マジで神を回復させないといけないんだけど、受かるかどうかですね。満タンの薬使っても、デレネが非常に可愛いですけど、樹海院にほっぺスリスリを打って、樹海院は最低しびれてもらわないと多分どうにもならん。神速、まあまあ神速のダメージだったら耐えれてる。で、これほっぺスリスリで樹海院の機能を停止、これでしびれてくれれば多分大丈夫。しびれるかい、しびれるかい、しびれろ。うわ、しびれなかった。リーフストーン直球を持ってるので、オッケーオッケー。ただ次神速でぶっ殺されるな。結局もう一回満タンの薬使うか。次しびれてくれればなんとかなるので、でデデンネは、海流にドレインキスで。神速一発だったら海流じゃないわ、ラプラス全然受けれてるんで、はい、これはまだ大丈夫なんで。で、ここ海流にチッスと、さすがに海流を、あ、そっち行ってくれるんだ、そっち行ってくれるんだったらありがたいね。それは冷凍ビームとドレインキスの2段構えで相手を蹂躙していけばいいんじゃないかい。よしよしよし、デデラプラスチーム、いや見た目も素晴らしいチーム。おお、シザークロス、あれこいつ草の物理技持ってない、効果があんまり効かない。ん、何ですかこれ、何何これ、弱点保険、嫌なものを、弱点保険持ってた、やばいぜ、やばいぜなんだけど、次の冷凍ビームで倒せないので、ここはちょっとオノノクスが血迷うことを前提にって思ったけど、血迷ったな。でも言うて樹海院にもダメージいってますからね、これ。うん、割となんかなりふり構わなかったというか、血迷ってくれたな結果的には。なんならこのドレインキッス樹海院に打たなくてもよかったですよね、こんなに血迷ってくれるんだったら。デデネ自身が、おっと、
クロバット、これザ・ポイズンを出しまして、いや、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、よい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 、とりあえず樹海院を倒していこう。デデネア、オノノクスにほっぺスリスリで、おー、リュウマイ、やめなはれ。まあまあ、ほっぺスリスリさえ打てれば、うん、無限の勝ち筋があるから、それは、まあ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 、様子として。で、体がしびれて動けない、ありがとうございます。で、虫のさざめきで倒していくと。でもラプラスもね、蘇らせないとな。キングドラと。相手あと3匹。だから、残り1匹がエースポケモンですよね。そいつを出される前にこっちの体勢をしっかりと整えないといけないというか。ここは、ラプラスに元気の塊。そしてデデンネは、キングドラにほっぺスリスリで。これでどうにか。これで両方麻痺させといて、これでね、相手の足をまず地震、でも耐えれるはず、さっきの感じ耐えれないんだ、がぜん耐えれなかった。そうか、リュウマイしてんのか、そうだそうだ、まずいね。これあれか、しびれてるとはいえ、このオノノクス尋常じゃなくきついか。だからここで倒さないとだるいよな。いや、とはいえニャオニクスちょっと蘇らせます。オノノクスをちょっとなんとか倒さないといけないので、ここはラプラス冷凍ビームで OK。 しびれて動けない。で、マジド神の冷凍ビームでどこまでいけるか。倒せはしないと。雨乞い、それはラプラスにとってもありがたいお話なんだ。攻撃、あ、でもあいつスイスイ持ってるってことか。なんとかちょっとオノノクスよりは先に動けないといけないので OKOK。とりあえずオノノクスは倒していく。よし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 。で、キングドラはおそらくラプラスよりは先に動くんじゃないかな。ハイドロポンプ、ネズミ頑張れ。お、頑張った頑張った。で、冷凍ビーム、あ、倒せたら一番良かったけど。で、ここで来たか、エースポケモンブリジュラス。もう厳しいと思うんで、ここはまずエースやらデデンネを蘇らせます。そしてラプラスで、キングドラをなんとか倒せれば。歯切れ竜の血、全てを支配しろい。ここであれか、ドラゴンテラスタルになるってことだ。ブリジュラステラスタルした方が、まあなんかあれですよね、体勢的には弱くなるんじゃないかな。ドラゴンとかフェアリーとか弱点になっちゃうから。アイドルポンプ、ネズミはここはしょうがない。ここはうん、むちゃくちゃにぶっ放す。どこにだって逃がさねえよ。どんな技、エレクトリカルパレード、ラプラス頑張れ頑張れ。あ、これチャージ技か、特攻がアップする。あ、普通に攻撃するんだ。ラプラスダメだこれ、マジけ。これデデンネと美少女で行くしかない。デデンネと美少女で、とりあえずデデンネでキングドラ倒して、美少女は一回猫騙しで一回一旦もらおう。ん？何ですか？持久力そんな特性まで持ってるという、いやー、要塞になっちまったな。ただまあ相手はあと一匹。ここはほっぺスリスリのデデンネがこっち見てて可愛いですけど、光の壁でこれほっぺスリスリで、これで無限の勝ち筋をちょっと掴んでいく。はい、この持久力がねちょっとだるいですけど、もう特殊技で攻めればそこは関係ないから、考えようによっちゃ。ラスタカノン出てんねー、結構いい火力を。だからラスターカノン持ってる以上出てんねがあれかい、テラスタル切れないね。これ怒りの前歯、ネズミに元気のかけらで、ネズミじゃなかったかな。怒りの前歯で確実に体力を減らして、これだと持久力とか関係ないので。ラスターカノン変なランス引くな、 OK。 で、満タンの薬で出てんね、出てんねがいちいちこっち見てくれてとっても可愛い。ここは美少女も攻めに転じる。よし、出てんねを元気にしていき、
そして美少女の最高記念室。おりゃ、おう、急所、いいね、この急所。関係ない関係ない、持久力なんて。そしてラスターカノン、もうあれのラスターカノンしか有効打がないと思うので、ここはもう一気に攻め落とせる。デデキッス、オッケー。あぶねえあぶねえ。いやもう今回こそはいよいよ負けると思った。毎回四天王こんな感じ、全部の四天王ちゃんと苦戦してる。危なかったね、毎回ちょっとずつ元気の塊が減っていく。これすぐり君と戦う頃になくなってるぞ。そこなくっちゃねえ。へへへ、べらぼうに楽しかったな。みつみつ兄弟をリーグ部に誘ってよかったぜ。おいらに勝ったからにゃ正式入部するっきゃねえな。な、いいだろ。いい、ああまあそれは全然いいよ。うん、全然やるやる。へへへ、気前いいな。それじゃ部員名簿で使う写真撮るとすっかい。部員名簿の写真こんな複数名写ってるやつでいいんですか。大体普通は個人写真だと思うんですけど、写真はっちゃけすぎて太郎に怒られそうだな。あとなんかあったな、四天王を任したやつにはわざましにやるんだったか。持ち合わせがねえからちょいと待ってな。おう、作ってきてくれるって感じ。悪い悪い、ちょっくら待たせちまった。おい、もう四天王を倒したのが3人目た。すげえ飛び越えて怖えよ。怖がられてる。んで、ほい、これが約束のブツな。ドラゴンエール。へえ、何ですかこれは。ドラゴンテールじゃなくドラゴンエール。竜のコブで指揮を上げて味方の技が急所に当たりやすくなる。ドラゴンタイプだとより鼓舞される。どういうことだ。誇りかぶってんのは気にすんなよ。兄弟みたいな才能間近に見せられたら、そりゃすぐにやつも影響されちまうか。さてと、残るラスト天皇はタロかい。そう、私の最大のライバル、タロちゃんですね。あいつはチート強いけど兄弟なら大丈夫だろう。太郎ちゃんぶっ倒すぞ。それじゃ頑張ってくれい、太郎ちゃん。さてさてね、残る四天王もあと一人、私のね最大のライバル太郎ちゃん、こやつを倒すことでね、私の物語は完結する。いや完結するわけではないんだけど、ある意味完結するというね、そういった感じになっておりますね。アイドル的存在。ほう、ライモンシティ出身、なるほどね。さてさてね、まあ、タロちゃんはですね、フェアリータイプの専門家と、まあ、なってるわけでございますけども、ただですね、私と最初に戦った時、あのドリューズというね初見殺しをやってきたので、やっぱドリューズをまず最大に警戒しないといけないと思ったら、なんかヘビが出てきた。うわ、いっぱいいた。急にいっぱいアローラなしが現れた。はい、じゃあ四天王チャレンジやらせていただきますよ。ようこそコータススクエア四天王タロちゃんのチーム。タロちゃん、ブルベリーグの挑戦者、三つ三つ井さんですね。はい、三つ三つ井さんです。どうもよろしくお願いします。タロさんを最大のライバルとしています。四天王チャレンジ挑戦には 50BP 必要です。お支払いいただけますか。はい、ね、柿つばたさんのとこはタダだったんですけどね、ここはちゃんと取るんですね。ありがとうございます。受け取り確認しました。はい、タロちゃんおいでよ、ね、なんかスイッチとかないですか、なんかそういうピンポーンみたいなチャイムみたいな。はーい、私を初見殺しして、その挙句私のリーグ参戦を拒否った。タロ、貴様だけは絶対倒す、一番最後に倒すと決めていた。三菱さん来てくれたんですね。ほう、ではチャレンジ場に参りましょう。貴様のそのモコモコの上着雑巾にしてやるからな。ほう、どんなチャレンジがあるんですか。三つ三つさんのブルベリーグ参加反対しちゃってごめんなさい。何今更謝ってこう自分の好感度を下げないようにみたいな動きしてるんですか。忘れませんよ私は、こういうのって忘れませんからね。高速的にイレギュラーなのも理由としてあるんですけど、三つ三つさんをリーグ部のゴタゴタに巻き込みたくなかったんです。そう言われたら一瞬、あ、そうだったのごめんねって言いそうになったけど、なんかそれは結局取り繕った理由というか、そう言っとけばなんか私は悪者に見えないみたいな理由にも見えてしまう部分があります。はい、とはいえ始まっちゃったからにはとことん楽しんでもらえますよ。まあ、関係ねえ、とにかく倒す。タロ倒す。私が考えたチャレンジはポケモンクイズです。クイズ、あ、意外となんか それぐらいのチャレンジでいいんだ。ポケモンに関するクイズを5問出しますので、全問正解できれば合格ですね。おい、あ、そんなんでいいんだ、意外と優しい人なのか。ポケモンクイズやりますやります、わかりました。ではでは準備しますね。お、ピカテウ、ピカチュウの何台。はい、みんな大好きピカチュウの登場です。電気タイプのピカチュウは体内で電気を作り出すことで有名なポケモンですが、
ピカチュウの電気は体のどの部分に貯められてるでしょうか。正解だと思うとこズバリ選んでくださいね。はい、それはもうこの赤い赤いほっぺたでしょ。あーかわいいねえ、手、足、あ、股間は何も出ないんだね。尻尾とか出るかな。まあいいや、ほっぺたで。はい、ほっぺた。ピカチュウかわいいね。木陰のピカチュウも。ピンポンピンポン。ピカチュウはほっぺたの電気袋に電気を溜め込んでるんですね。この子はなんかクイズ番組のアシスタント的な仕事をやってるのかな。普段つっつくとビリッとしちゃうけど、電気袋丸くてかわいすぎですよ。ではでは次の問題です。お、次は何だい。ででね、あ、コンパンだった。意外と大きいコンパン、ふさふさでキュイキュイかわいい。それでは第2問。コンパンは暗い夜でも体のある部分をレーダーとして周りを探知できるのですが、はい、コンパンがレーダーとして使ってる体のある部分とはどこでしょう。正解だと思うとこズババッと選んでくださいね。まあレーダーっちゅうんだから、それは触覚じゃないのかい。触覚を、あ、ちょっと触覚を選ぶのが難しいみたいな。なことはない。え、あ、触覚じゃないんだ。目なの、もしかして。ヒントは大きなセカンドチャレンジくれるんだ。ありがとう、こんなアホな僕に。目なんだ、普通に目なんだねピンポンピンポン。コンパンは大きな目がレーダーとして働くんですね。私たちには見えないものも見えてるなんて可愛すぎです。可愛いかな。ではでは次の問題です。いやー、なんだ、一回間違えても救済措置があるってありがたいね。クイズ疲れにお茶でもいいかが、性別不明のヤバ茶3姉妹。性別不明なのに姉妹なんだね。それでは第3問。ヤバ茶が住処にしてるティーカップは有名なアンティーク。でも偽物が多く出回ってて見分けがつきにくいのですが、はい、この中に1匹本物、新作フォルムが紛れています。新作フォルムのヤバチャはどの子でしょうか。それはちょっと下を見せてもらえないと分かんないんだけど、下、あ、なんかこいつかな。今一瞬あったよね、模様が。ピンポンピンポン。新作フォルムのヤバチャはカップの底のマークが目印ですね。でもでも新作も元作もどっちも可愛すぎですよ。結局全部可愛いんだな。ではでは次の問題です。あら、メテノ、流れ星ポケモンメテノ、いろんな色がいるんですよ。まずはこちらのピンクなメテノをよく見てくださいね。はい、見ます。わ、いっぱいいて、わー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 、みんなぐるぐる。え、ちょっとこれあれかい、目で追ってかないとかいけないやつかい。これは第4問。最初に見てたピンクのメテノはどの子でしょうか。多分この子じゃないかな。うん、オッケーオッケー、これがメンタリズムです。ありがとうございます。ピンポンピンポン。流星の姿になったのによく見分けられましたね。見分けはついてないんだ、ただ目で追ってきただけだ。メテノはこれまで食べてきたもので色が違うの、かわいすぎ、どういうかわいすぎる理由なのかちょっと謎ですが。ではでは最後の問題です。はい、グランブルファンタジー。あ、ピンクと聞いてグランブルがやってきましたよ。この子は私のポケモンでいつもそばにいてくれるんです。では第5問、このグランブルから問題です。はい、グランブラはおとなしくて繊細で可愛いポケモンですが、まあ可愛いかどうか人によるとして、お昼寝の時私が枕にしてるのはどこでしょう。はい、そんな君がってこと、知らんがな。お腹、やっぱ枕っていうぐらいだから合ってるんだ結構シンプルな答え。意外と牙とかを枕にしてるとかだと思ったらそうではないのね。私が枕にしてるのはグランブルのお腹でした。寄り添ってると柔らかくてお互いすぐ寝ちゃうんですよ。以上でクイズは終了です。見事5問中5問正解ですので、三つ水さんおめでとうございます。私の視点のチャレンジはクリアとなりました。優しいチャレンジでよかった。一旦スクエアに戻りましょうか。視点のチャレンジをクリアした三つ水さんは私と勝負することができます。このまた戦う、もう準備は万端なんでいけますよ。自分いつでもいけます。はい、ではでは位置につきましょうか。あのドリューズを倒す、よいしょっと。この辺かな。改めまして、四天王太郎です。まさか他校の三井さんがブルベリーグに挑戦されるなんて、正直驚きですけど、私は市場は挟みませんので。私は市場というか支援を挟んでますけど、私はフェアリータイプのポケモンを多く連れています。知ってます、フェアリーってピンクだしキュートで可愛いですよね。その弱点は毒や鋼、ね、全部言ってくれる優しいな。なんかこいつの優しさになんか怒りが消えてってしまう。ジュワーやカチカチは割と苦手。忘れるな、あの時の屈辱。こいつはそんなことでドリューズを出すんだ。あ、すいません、もちろん三井さんならご存知ですよね。ご存知ですよ。今回私本気でお相手しますので、いっぱい知ってもらえると思うんですよ。ですよ、可愛いが最強ってこと。なるほどね、可愛いは正義、可愛いは最強ってか。お、またあのパチッとこれをつけるモーションをやってくんだね。太郎ちゃん今回は勝つぞ。エルフーンと、はい、
クランブル、やべ威嚇か。でも威嚇しんどいね。今回してんのとしていつもの手持ちでお相手しますね。あ、じゃあドリウスいないんかな。威嚇やめてほしい、マジで。ちょっと威嚇やめないか。クエーどうしよっかな、これ。まずは一回エルフに猫だましで、一発お片付け打っといた方がいいか。もう威嚇もされちゃったし。そっか、グランブルはそうね、お片付けでパワーをウプしていって、グランブルが何するかだな。じゃあれ、お強い。え、急所ズル、急所はズルじゃないですか。こんな急所ズルをね、いきなりからやってくるんだったら、こっちはじゃあもうモルフォンで、もうヘドバクヘドバクですよ。で、お片付けしたネズミさんで光の壁、まあつってもまあポイズンはな、ちょっとそれがきついんだけど、ただいけるかどうだ。変なとこ当たっちゃった。いや君が先にやったんだぞ、こんなビジネス YouTuber のポーズをしてからに。急所は君が先の方にやりました。おい、オッケー、しっかりと倒して、でポイズンのヘッドバグ。光の壁があるからな、倒しきれないだろうね。弱点攻めの定石だけど、こっちも攻め返しちゃいますよ。そっちも弱点攻めれんのかい。おし、毒引いた、いいねいいね、いいぞいいぞ。このお、本当に弱点つけるんかい。いきなり2匹持ってかれましたけど、こっちはもうえらいこっちゃで。ここは出でんねか、もういきなり。ここでドリューズ出されたらやばいけど、おっと、アシレーヌ、よかったよかった。デデンネは得意としてます、アシレーヌ。はい、デデチュー、これはもうアシレーヌはいきなり10万ボルトで倒していって、いや、アシレーヌを確実に倒していった方がいいな。まずはアシレーヌにネズミ山で、倒しきれなかった時のためのデデンネで、倒せるならもう倒しきっちゃっていい。 OKOK、 アシレーヌの方がね残ってると厄介なんで、アシレーヌがいると絶対サイドン出せないのでね。で、10万ボルト、これで OKOK、 急所ナイス、いいねいいね。初手のね急所の分がお釣りつけて帰ってきましたね。いいよ、ヤドラン、どっちヤドラン。うわ、毒の方か、ダリー、毒の方のヤドラン。しかもクイックドロー持ってるからこいつ、えっぐいの。ほっすりで、こいつフェアリー使いなのにこういう毒ポケモンまで使っていくという。はい、ネズミ山でどこまで減らせるか、ギリギリ倒しきれないくらいかな。あー、もう木の実あったら絶対無理ですわ、こんなもん、こんなの絶対無理ですわ。はい、はい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 、まあまあ、でもそれでもまあこれだけやれるってのはいいですよね。で、ほっぺスリスリして、これしびれてくれるとめっちゃありがたい。どうです、デコレーション。はい、デコレーションでどんな技ですか。攻撃がグーン、特攻がグーン、グイッチャ、しかもそっち行くっちゃ。魔法イップにほっすりして、これヤドランちょっともう倒していきましょう。本当は回復させたいけど、このバフがかかった状態のヤドランが残ってのしんどすぎる。で、願わくば魔法イップがこれしびれて動けないと一番ありがたいんだが、どうだい、魅惑のボイス動くか。まあ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 、そして食べ残しか。これちょっと魔法イップマジめんどくさいね。ズガガガズガガガズガでいきます。ドリューズいるいるやんけ、ドリューズ。ね、これはね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。デデンにはこれもう結構苦しいと思う。土台元気の塊でネズミをまず復活させます。多分これ地震打ってくると思うんで、テラスタルして地震を等倍にして、これ魔法イップに、魔法イップ先に倒さないと、ちょっと無限になんかデコレーションで強くされちゃったらちょっともうえぐいことになるので、
でここでテラスタル、あ、そっか、ドリューズがフェアリーになるってことか。なるほどなるほど、そりゃそうだよな。エースポケモンを毎回自分の得意タイプにするわけだから、こいつはドリューズがエースポケモンというね。ねえ、本当にもう。しかしこっちもテラスタルするぞ。ラブリーチャーミー敵役、私の自慢のサイドンが地面テラスタルになります。はい、ありがとうございます。どうもどうも。第一の力、あ、10万馬力で、ほう、地震じゃないか、さすがに。うん、それは、うわ、スマートフォンで全然倒せねえ。しびれて動けない。ありがとうありがとうなんだけど、光の壁なくなっても別にな、物理攻撃には特に関係なかったしな。とにかくちょっと魔法一歩潰さないとマジでこれ無理だと思うんで、デコレーションされたら積むので、ネズミ山プラススマートフォンで10万馬力さすがに一発耐えるでしょ、いくらなんでも。それはネズミ山でどこまで減らせるでしょ、いける、魔法一歩を。ネズミマジで強いな、こう考えると強い強いよしよしよし、いいぞいいぞ、これはもう勝ちゲーじゃないか。いくぞ太郎ちゃん、積年の恨み今晴らさせてもらう。スマートフォン、おりゃー、倒せなかった。まあ不一致70だしな、どこまでいっても。ででんねに元気のかけらを使っていって、次の体勢に整えるか。多分ドリューザここネズミ狙うと思うんで、うん、ネズミはちょっと一旦ね、ここでやられてもらって、ちょっとなんかこういう役割多いけどね、ごめんね本当に。でここでスマートフォンで倒していくと。 OKOK、 仮に倒せなかったとしても次はデデンネがやってきてほっぺスリスリをしていくというね、恐ろしいね二段構えになってますので、よし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 、タロちゃんに対してタロちゃんにリベンジ達成。いやー悔しいけど可愛い、それはありがとうよ。僕のサイドン可愛いのが売りなんで、僕のサイドの可愛さを認めてもらったということでね、これで恨みはチャラとしましょうか。三井さん、はい、私たちのポケモン戦ってたの見ました？もうほんと可愛かったですね。いやー可愛かったね、非常に可愛く君の10万馬力でね、うちの一家が倒れていったよ。うん可愛かった、かっこよかった。タロも、これタロもって言ったらタロルートが発生したりする？ブブ、私は今またビジネス系 YouTuber だ、私は今ポケモンうるせえうるせえな好きになれそうで好きになりきれないところがあるな、この子は。三井さんのポケモンたちもとってもとっても可愛かったです。はあ、こんなに可愛いの二人占めはバチが当たりますね。みんなで集まって可愛いをシェアしちゃいましょうか。おお、僕のポケモンは出てこないんだな。うん、まあそっか、なかなか難しいよねここ。あと先頭に出てきたポケモングランブルしかいないですよね。クイズのポケモンですよねこれ。おお、怖い怖い、なんかコンパンってこんなでかいんだねやっぱ。はあ、この写真永久保存版ですね。可愛いの証にこちらもお渡しします。みつみつや技マシン227、魅惑のボイス、あ、これか魅惑のボイス。そういえばなんかね、この子一番最初に使ってきたのこれですよね、魅惑のボイス。天使のような歌声で相手を攻撃、そのターンに能力が上がったポケモンを混乱の状態にする。本気で戦ってもお強かったです。三井さんがこの学園でどこまで勝ち進めるのか、みんなと見守ってますね。まあ次はチャンピオンなんでね。おっと、つばさん、オース未来のチャンピオン、ブルベリーグ四天王は丸ごと倒されちまったな。丸ごと倒しました。太郎は可愛い好きが高じてポケモン強くなってんだよ。へえ、珍しいパターンだね。好きだから努力を努力と思ってねえのがすごいのさ。まあ、三井も似たようなもんだろうけどな。強さを求めても周りも自分も犠牲にしまってる。誰かさんには見習ってほしいぜ。やっぱりカキツバタはな、今のスグリをよく思ってないんだろうな。うん、そういやタロってなんでかオイラだけ呼び捨てなんだよ。好きなんじゃない、好きなんじゃないのそれ、好きなんだよ。今すぐ行って抱きしめてあげなよ。いや、あっちゅう間にブルベリーグ駆け上がっちまったな。とっくりゃこのままてっぺん目指す気はねえだろ兄弟。ブルベリーグ四天王全員に勝った者だけがブルベリーグ現チャンピオンのスグリのやつに挑めるってんだ。来ましたよ誰かさんが。いい加減待ちくたびれてそんな待たしてねえって。結構サクサクやりましたよ。道中もっと探索したかったけど、そういうのとかもあんまやらずに。みつみつにしてはちょっと遅いよな。
四天王を倒すの。急にね、こっから対戦に向けてギア上げて嫌なやつになってきましたね。スグリよ、よっぽどミツミツが気になるでやんすね。カキツバタこそ、二人の男が私を取り合ってるわ。ドクン、やけにミツミツに肩入れしてるんだな。新入生に優しくしないと、人類みな兄弟よ。よく言う。何考えてるか知らないけど、それももう終わりだ。ドロドロしてるね。ミツミツ、はい。どっちが強いのか決着つけよう。え、ここで？ここでやるんすか？このフェアリーのとこで？そんなことはないよね。さすがにそんなことないか。いよいよだな。オイラも楽しみだ。頂上決戦はエントランスの受付から申請すりゃいいのよ。ほい。それじゃ善は急げだ。とっとと行こうぜ。チャンピオンスグリ。いやー、一体ね、どれだけパワーアップしてんのか。次回はいよいよね、変わり果てたスグちゃんとね、対戦していきたいと思います。それでは一旦失礼させていただきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。ではではでは。